どうも高井です。時間ない？今ある環境下へ時間を作る。新しいスキルを磨くにしてもおそらく1万時間ぐらい最低限でもかかると思った方がいい。でその1万時間を1日だいたい6時間ほど睡眠時間は取る。で食事の時間はあえて考えずに計算してみた場合、だいたい555日かかっていう計算になったんですよね、私のこの電卓だとね。とはいえ今正社員として働いてる人っていうのはおそらく時間ほぼほぼないし、1日1時間か2時間読書の時間取れればいいかなっていうぐらいだと思うんだけど、だからこそ私はあえて非正規であるバイトだとか、あえて無職に飛び込むという仕事をやらない、その時間帯勉強するっていう風に会社をバッサリと辞めれる人っていうのはすごいエネルギーがいるなって思ってるんですよ。なぜなら仕事を辞めて数年間勉強するのはいいけど、その間って職歴と職歴の間が空白になっちゃうよね。だからこそこの空白の期間が怖くて辞めれない人多いんじゃないかなって思ってこういう動画撮ってます。ただ新しいスキル磨くって言っても仕事を正社員でやりながらって時間取れないじゃん。時間取れない人と時間がたっぷり取れる人って言ったらたっぷり取れる人の方が有利なわけだよ。けどこの感覚って正社員というプライドがある人ほど時間取れないよね。だからあえてそのリスクを取るというその思考の持ち主が今後大きなお金を手にしたり大成功を収めたりすると思っているので、今から挑戦してみましょう。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。